入れ。悪いがスタッフは皆先に帰らせた。どうせみんな君にやられたんだろうが、まず聞いておきたいのは、あ、どっちの君なんだ。母親の遺灰を撒くために帰ってきた息子か、それとも山のてっぺんにたどり着いた殺人鬼なのか。今目の前にいるのが前者なら、そうだな、座って一緒に食事を楽しもうという。でもそれはすでに試したな。覚えてるか、君の席はここで、ポールは下で君の連れに電流を流していた。私はここに立って、一体何と言ったっけ。そう、ああ、ここで待ってろ。クラブラングーンを食べてどこも行くな。すぐ戻る。もし君が私に言われた通りここで待ってくれてたら、我々はすぐ戻ってきて一緒に遺灰を撒きに行っただろう。つまり君は後者の男だ。言いつけに背いて他の猿どもと一緒になってクソを投げ始めた男でもいい。やり直しはどうだ。ん、選択肢は二つある。一つ、私を撃ち殺す、つまらん。それか、座って食事をし、母さんの遺灰を撒きに行く。一緒に。パガンは死んだ。終わったの。あ、勝ったなんて信じられない。ラクシュマノは？いや、何のことだかわからない。でも大したことじゃない。そう、その通りね。今大事なのは共にキラットを立て直すこと。